まりさー、近畿日本ツーリスト社員らが逮捕ってニュースでやってる。ああ、ツアー旅行に定評があった金釣りだが、コロちゃんで売り上げが低迷。さらに、とある国家事業で16億円の水増し請求をして、問題になっているんだ。16億円。今日は、金釣りの過大請求問題と、その背景を見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。近畿日本ツーリストは日本の大手旅行会社だ。本社は東京都新宿区、近鉄グループに属する会社だぜ。ツアー旅行といえば金釣りよね。どんな歴史を持つ会社なのかしら？1955年、近畿日本航空観光株式会社と日本ツーリスト株式会社が合併。近畿日本ツーリスト株式会社が誕生したんだ。合併でできた会社なのね。日本ツーリストは、もともとどこのグループにも属さない企業で、後ろ盾がなく、資金繰りに苦労していたんだ。ふむふむ。そこで、創業者で社長、馬場勇氏が、困って支援者を求めていたところ、近畿日本鉄道の社長、佐伯勇氏と出会ったんだ。同じお名前の救世主、現る。二人とも旅行、観光事業に大きなビジョンを持っていて、意気投合したことが金釣り誕生のきっかけなんだ。大きなビジョンを持った二人が力を合わせた、ワクワクするわね。前身である日本ツーリストは、修学旅行を中心に営業活動を行ってきたため、合併後の金釣りも、その分野に強い企業となった。さらに、団体旅行に強く、国内旅行だけでなく、海外旅行のツアーも提供しているんだぜ。へえ、確かに私も修学旅行金釣りだったかも。でもなんで修学旅行に注目したのかしら？もともと銀行員だった馬場氏は、景気に左右されない修学旅行に目をつけたんだ。創業当時から市や学校への営業に励んで、安定的に仕事をもらえるようにしていったんだぜ。なるほど、確かに景気関係なく行われる行事よね。当時の修学旅行は移動手段に不便な点が多かった。そこで馬場氏は、1949年、日本初の修学旅行専用列車を手配したんだぜ。新幹線とかを学生だけで貸し切れる、あの列車ね。今となっては当たり前になっているけど、当時は違ったのか。馬場氏の貢献は大きく、修学旅行といえば金釣り、というイメージが見事定着した。その後も学校のみならず、企業、宗教、外国人旅行者など様々な団体に、積極的に営業活動を行ってきたんだ。団体旅行のパイオニアって感じね、素晴らしいわ。また、旅行業以外にも、団体のイベント企画などにも着手。企業の展示会や周年式典など、大規模なイベントを手配する事業も始めたんだ。旅行会社ならではのホスピタリティが好評で、一躍人気を集めたんだぜ。盛り上がってきたわね。しかし2000年代に入ると、経営は苦境に立たされた。何が起きたの？バブル崩壊後の不況や、新型肺炎 SARS、イラク戦争の影響で収益が悪化。そっか、修学旅行をメインに取り扱っているとはいえ、やはり旅行業、景気やご時世に売り上げを左右されるわよね。会社の弱体化を受けて、2001年には日本旅行との合併を発表するも、翌年撤回。経営方針がぶれ始めたんだ。なんで急に合併を撤回？発表された文章によると、2001年9月の米国同時多発テマルを受けて、国内外の旅行事業は、さらに業績悪化をたどる一方だったんだ。米国テマルか、旅行業界に逆風が吹き荒れるわね。これによって、両社の財務事情はさらに悪化。合併して新規事業を展開するのが、難しくなってしまったと判断したみたいなんだ。売上の見通しが立たない企業同士の合併は、確かにちょっとリスキーよね。そこで目をつけたのが、異業種の企業。イオングループ、駿河銀行などと業務提携を締結し、新たな取り組みを始めたんだ。取り組みってどんな？例えば、イオングループの和音を、全国の観光施設に取り入れることで、観光地の電子マネー普及に一役買った。旅行業者として、約3000カ所の観光施設と提携している、金釣りの強みが活かされたんだ。おお、それは嬉しい。観光地って、結構電子マネー対応してないところ多いのよね。また、駿河銀行との提携は、外貨両替機能のついたデビットカード、KNT、トラベルキャッシュの発行に役に立ったんだ。自動で両替してくれるデビットカードってこと？何それめちゃめちゃ便利。また、自社サービスの発展にも余念がなかったぜ。例えば、トラベルブティックと呼ばれる対話型の旅行販売店舗を、オリナス錦糸町やラゾーナ川崎プラザといった人気商業施設にオープン。HIS とか JTB みたいなイメージかしら。そんな雰囲気だ。今までの金釣りはどちらかというと団体旅行推しだったけど、20から30代の女性客を中心に個人客向けのパッケージを販売したんだ。
わあ、なんかいろいろ取り組んでていい感じ。V 字回復なるか？いや、それが、ちょっと厳しかったんだ。え、なんでなんで？他方面に手を出したものの、肝心の経営状態はあまり良くならなかった。そんなことってあるの？金釣りは2004年、繰越損失118億円を抱え、経営危機に立たされたんだ。118億。金釣りは、シニア世代をターゲットに、ツアーパッケージを販売していた子会社、クラブツーリズムを売却して、なんとか一命を取り留める。一命って、一体何がそんなに収益を悪化させたの？やはり、2000年以降ずっと続いていた、旅行需要の落ち込みを引きずったようだ。さらに、少子高齢化の影響で、子供の団体旅行の数も減ってきていた。修学旅行をターゲットにしてたのに、これは影響大。そして、追い打ちをかけたのは市場競争の激化。インターネット普及により、旅行を受注するライバルが増えたんだ。わあ、ピンチじゃない。旅行会社のネームバリューよりも、パッケージの価格競争が重要視され始めたんだ。旅行会社にガチガチにプランを組まれるよりも、ネットの予約を使って自分で自由にプランをチョイスする方法が主流になり始めた。最安値のプランを探したり、好みの部屋を総合的な旅行サイトで見比べることができるしね。昔みたいに旅行会社に組んでもらうという文化は廃れた気がするわ。難しいわね。そして2008年、あの事件が起きる。2008年って言うとやっぱり、お察しの通り、リーマンショックだな。世界的な金融ショックの影響は大きく、金釣りは3期連続で最終赤字を記録。また、顧客となる一般企業のダメージも深刻だった。というと、このリーマンショックで、あらゆる企業が倒産したり赤字を出しただろ。もちろん社員旅行も海外など豪華なものから、質素な温泉旅行などに簡略化された。それが、金釣りの業績にも響いたんだ。確かに、いつからか社員旅行は海外、なんて風潮はなくなってきた気がするわ。この2008年、金釣りは事業の再編を余儀なくされる。再編ってまさか。まず、店頭販売業務を株式会社ツーリストサービスに譲渡。事業縮小を図ったんだ。店頭業務を引き払ったのは、それなりに経費削減になりそうだわ。さらになんと、1965年から受け継いできた、東京都千代田区の本社ビルを32億円で売却。本社ビル売却、それ結構やばい状況じゃない。その後も、2011年の東北大震災によって、国内旅行が自粛モードになったり、2012年には、尖閣諸島問題や竹島問題で、中国、韓国向け旅行が停滞した。不運続きすぎる。ここで、一度手放したクラブツーリズムと合併を図る。あれ？売却したシニア向けツアーの会社？ああ、狙いとして合併による自己資本率の回復があった。2012年末、金釣りの自己資本率は 6.4% に落ち込み、かなり際どい状況にあった。一般的に 20% を切ると危険と言われているわよね。これがクラブツーリズムと合併することで 17% まで上昇することを見込めるんだ。安全圏ってわけじゃないけど、かなり改善されるわ。この合併により、金釣りはひとまず危機を脱したんだ。2013年の売上高は4650億円と、前年度の約8倍。経営統合によって、店舗従業員の研修など、教育費用が経費として余分にかかったが、それでも営業利益は44億円を達成。おお、久々黒字。そんなこんなで、金釣りは再びクラブツーリズムと合併し、なんとか一度目の倒産危機を乗り越えたんだ。ほ、なんとかなったわ。が、2020年、新たな危機が襲いかかる。ざわざわ。もしかして、ここでコロちゃん。そのもしかして、だ、決算内容はお察しの通り。2021年3月期の売上高は、前期比 77% 減の878億円。4月から12月期決算でも216億円の純損失を計上。284億円と過去最大の最終赤字を計上し、一時は34億円の債務超過に陥ったんだ。うわぁ、今度こそ倒産。ちなみに、コロちゃん前の2019年度は74億円の赤字。いずれにしろ赤字であることには変わりないが、約4倍も赤字が膨らんでしまった。コロちゃん前と比べると、わかりやすく一気に損失が増えたわね。コロちゃんによる業務不振を受け、金釣りはまず削減計画を打ち出した。もはやコロちゃん前の水準には戻らない、という前提で店頭販売を大幅に縮小。ウェブ販売に振り切り、138店舗ある個人旅行店舗のうち、2022年3月末までに3分の1に縮小する計画を打ち出したんだ。3分の 1? とりあえず、人件費のかかる店頭販売は、バサバサ切っていったわけね。
それに加え、メイトやホリデーなど、募集型企画旅行の販売も、2021年3月に打ち切り。コロちゃん下で、企画旅行なんてまず集まらないわよね。そして、業績悪化に伴い、役員報酬や従業員の減給を行ったほか、2021年1月には、希望退職者を募り、これ2300名以上が応募。退職金などの特別損失に、60億円かかってしまった。わわわ、従業員も、見通しが立たないと転職もやむなしって感じよね。ああ、この人員削減計画は、もう少し先まで続きそうだ。2025年3月末までに、グループの全従業員約7000人のうち3分の1を削減。店頭販売を縮小したために人員が余ってしまっている状態なんだ。従業員3分の1って簡単に言うけどさ、3人に1人が退職ってことでしょ。信じられない量のリストラだわ。どれもこれも苦肉の策ではあったが、世間からはマイナスなイメージがついたようだ。金釣り潰れそう、潰れた、なんて噂も立ち始めた。下手したら破綻なんて思われてもおかしくないわ。そうこうしているうちに問題のニュースが流れたんだ。来たわ、来たわ。事件の概要はこうだ。2020年以降、地方自治体などから、新型コロちゃんのワクチン接種会場の運営やコールセンター業務を業務委託で受けていたんだ。だが、その請求の際に人件費を水増し、自治体に過大請求していたことがわかり、大阪の支店長ら約3名が詐欺の疑いで逮捕されたんだ。逮捕?っていうか、コロちゃんワクチンの委託業務なんて受けてたのね。あまりにも本業の旅行業が不審なため、大事な収入源になっていたんだ。ワクチンに関する問い合わせ業務については、業務に当たったオペレーターの人数を実際より水増しして申告することで、大阪府東大阪市から5億8000万円余りを騙し取ったようなんだ。5億?えげつない金額なんだけど。このコールセンターは、金釣りの西日本支社関西法人マイスの管轄で運営されていたんだ。この西日本支社関西法人マイスは、個人旅行の手配業務は行っておらず、もともと自治体からの業務受託に特化した支店だった。なるほど、そういう支店も存在するのね。組織としては、社員が30人前後、社内を6チームに分けて業務を行っていた。そして、今回逮捕されたのは、支店長の森口容疑者と、チームリーダー太田容疑者、統括の臼杵容疑者だ。管理職の3名ね、彼らが指示したってことかしら?ああ、同社は全国762の自治体などから、今回の事業を請け負っていて、東大阪市での不正発覚を皮切りに、社内調査を実施。その結果、不正総額は発覚当初開示していた2億8000万円から約2倍に膨れ上がったんだ。うわぁ、ボロボロ出てくるわね。さらに、きちんと裏付けがないものも含めると、被害総額は10億円に上ると言われている。10億円?税金をなんだと思ってるのかしら?今回事件が明らかになったきっかけは、東大阪市への一本の電話だった。パソナのような過大請求が、東大阪でもある。匿名人物からの内部告発だ。パソナ?パソナは人材派遣大手の会社で、複数のコールセンターを運営しているんだ。この件より前に、パソナは同じように、人件費の過大請求があったと報道されていたんだ。ほう、それを聞いた匿名の人物が、市に内部告発の電話を入れたってわけね。これにより東大阪市の担当者は、金釣りの管理下にあるコールセンターに対し、抜き打ち検査を実施。で、見事黒だったのね。ああ、うちがやったと不正を認めたんだ。ああ、業績が悪いとはいえそれはダメよ。この件には、実はもう一つ、再委託先の会社、マケレボも関与している。再委託?さっき出てきたパソナもそうなんだが、市から業務委託を受けた金釣りが、さらに別の運営会社に業務を委託していた。これは、再委託と言って、割とよくあることなんだ。なるほど、下請けみたいなもんね。マケレボは、マーケティング領域における、コンサルティングやアウトソーシング事業を、個人客ではなく、企業間の取引で行う会社なんだが、このマケレボに対して金釣りは、極めて少ない人件費で再委託していたんだ。それって、再委託先にとっては悪夢すぎない?鳴り止まない電話と限られた人件費。そう、それが再委託の闇が深いポイントなんだ。マケレボは委託された通り、少ない席数で運営。極めつけに、支店長がマケレボに対して、勤務実績を書き換えるよう指示をするなど、明らかに作為的な不正を強要していたんだぜ。マジで最終的に、金釣りはこの他にも、コロちゃんなどに関する業務において、合計86の自治体に、およそ16億円過大請求をしていたことが分かった。そんなにたくさんの過大請求が行われていたの。
組織的な犯行を疑ってしまうわね。代表取締役社長の高浦雅彦氏は今回の原因について、受託事業の契約に関する法的な知識がなかったことや、営業目標を達成したいとの思いが強く働いた、と述べた。また、逮捕された支店長も、コロナで本業の旅行業が大きな打撃を受けておりましたので、新しい分野についてしっかり取り組もうという状況は間違いなくありました。と、過大請求の背景に旅行業での苦戦を挙げ、組織的な関与はないと話している。なんだか怪しさ満点だけどな、金釣り全体が悪に染まってないことを祈るわ。そもそも金釣りって、どのくらいコロちゃんの仕事を請け負っていたの？金釣りは、2020年4月から23年3月末までに、762の自治体などから、ワクチン接種会場の運営や、コールセンター業務といった事業を受託。その数2924件。うわわわあ、すごい数ね、もはや本業超え。よく気づいたな、本業である旅行事業は、コロちゃんの影響が色濃く苦戦が続いていた。2022年4月から2023年2月の売上高は2340億円で、コロちゃん流行前の2019年度同期間が4452億円なのに対し、その半分程度だ。やっぱりコロちゃん前の水準には戻らないのね。そんな中、旅行業の不振を穴埋めしたのが、コロちゃん関連の事業。売上が落ちる一方で、2022年の当期純利益は80億円と最高純利益を計画。本業の売上は減ったのに、利益は過去最高額？皮肉なことにな、実は計画の段階から、コロちゃんで相当儲けが出る算段だった。親会社である KNT、CTHD と金釣りは、コロちゃん事業の利益率を明らかにしていない。しかし、これがドル箱となり、大儲けしたことは明らかだ。そうね、2022年の業績見ただけで、大儲け具合がわかるわ。それに加えて過大請求だなんて、びっくり展開すぎる。全国各地で行われていた過大請求だが、驚くことに自治体側は気づいていなかったんだ。億単位の不正があったのに気にせず支払ってたってことなの。吹田市、枚方市、西宮市の担当者は一様に、わからなかったというところです。気づくタイミングがちょっと難しかったかなと。と見解を述べた。マジで？おっとりしすぎてるでしょ。これには背景があって、コロちゃん関連の業務に関しては、100% 国がお金を出すというルールがあったんだ。自治体は管理するだけってことか。もちろん管理体制が甘かったというのは自治体側の落ち度ではある。しかし請求された金額が間違っていたとしても自治体の負担額は変わらない。もはや自分たちの仕事ではないと思っていた可能性すらある。まあ確かに間違ったところで痛くも痒くもないわね。でもさあ、コロちゃん関連の窓口ってことは命に関わる場合もあるんじゃないのかしら？ああ、多くの人がネットでワクチン予約をする中で、わざわざコールセンターに電話するのはお年寄りや目の不自由な人などが多かったはずだ。そこ気になる。少ない人数でちゃんと対応できてたのかな？関西テレビの取材では1時間で1万1000件ほどかかってきた電話のうち、電話対応できたのはわずか124件という日もあったみたいだぜ。全然回せてないじゃない。実際困った人のことを思うと、自治体ももっとちゃんと管理すべきだわ。この過大請求という悪事の代償は大きかった。東大阪市は金釣りに対して市が発注する全事業の入札停止を決定。期間は2023年4月21日から2024年4月20日の1年間だ。そりゃ、どんだけ本業が大変だからといって、やってはいけないことだもの。仕方ないわ。他にも同様の被害を受けた焼津市は最大3年間市が発注する事業の対象から除外する処分を検討。過大請求で信頼を失った金釣りは本業である旅行事業にもマイナスな影響が予想されている。旅行会社って信用、信頼が大事だもの。公立小中学校などの修学旅行に関しても厳しい見込みとなっている。そっか、修学旅行も公立学校だと市の管轄よね。となると、修学旅行の発注も停止？今年度、すでに契約済みの修学旅行は履行できるが、来年度以降は、指名停止などが予想されているぜ。わわわ、自業自得とはいえかなり大打撃ね。もともとどのくらいの取引があったのかしら？2022年4月から2023年2月の修学旅行取扱額は481億円と、取扱額全体の2割を占めている。おう、2割か、結構あるわね。修学旅行は一般的に旅行費用を複数年で積み立てるだろ？だから学校からの予約自体もかなり早めに入るんだ。
そのため金釣りとしても、チケットやバスも安く抑えることができる。早割ってやつね。直前で予約するのとは、かなり金額違うわ。さらに、旅行先での体験や観光など、オプショナルツアーも入るため、利益が出やすいんだ。稼ぎ頭なのね。そういえば、コロちゃん流行中って、修学旅行どうなってたっけ？中止や延期にした学校ももちろんあったが、コロちゃん前と比べても、その規模は衰えておらず、金釣りとしては安定した収益源だったんだ。そっか、本当に大きな代償ね。このように旅行事業の中でも、特に収益性が高い修学旅行の売上高が、減少していくとなると、金釣りとしては、行く末が危ぶまれる事態だ。金釣りが過大請求したお金も、元は市民の税金だもんね。自治体だけでなく一般市民への信頼回復にも、当面時間がかかりそうだわ。金釣りは現在かなり厳しい状況ではあるが、そんな中、旅行に関する統計結果が出た。大手旅行会社の消費者アンケートや、国の統計によると、2023年中には、宿泊を伴う国内旅行に出かける人は、コロちゃん前に近い状態まで回復する見通しだ。おお、明るい兆しね。実際に、一泊以上の国内旅行に出かける人は、おおよそ2億6600万人と、前年より 8.6% 増加。コロちゃん流行前の2019年と比べても、91.2% まで回復する見込みだ。すごい、日本が元の世界に戻ってきてる感じで、嬉しい。また、海外から日本を訪れる外国人旅行者は、2110万人と、前年に比べ 5.5 倍にも急増。こちらもコロちゃん前の 66% まで回復するとの見込みだ。インバウンド需要にも期待できそうね。地道に本業を復活して頑張っていくしかないわ。金釣り、なかなかヘビーな展開だったわね。そうだな、業績悪化の最中にコロちゃんや過大請求という大事件。今回ばかりはなかなか厳しいかもしれないわね。今後の旅行需要の回復でなんとか立て直してほしいところだ。みんなは金釣りについてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。